さて、8月22日から8月27日までの間、クンツ市長並びにクラフォード市長を担当に、15名のウェナチバレー施設団の皆さんが三沢市を訪れてくださいました。待ちに待った4年ぶりの再会に、私をはじめ多くの市民の皆さんが喜んでおり、2年遅れとなりましたが、姉妹都市友好宣言書の調印も無事行うことができました。改めてウェナチバレーと三沢市の深い絆を実感したところであります。最後に、皆さんのご厚情と温かなおもてなしに感謝の念を抱きながら、ウェナチバレーの自然や文化、人々の優しさに触れ、一生の思い出となる素晴らしい時間を共有できることを楽しみにしております。そしてウェナチバレーと三沢市との友好関係がますます深まることを願っております。